ートーク。はい。何話しますか。いやそれは小松さんの旅行記でしょ。旅行記アップする予定だけどね。一応動画も撮ってたんで。じゃあないってこと。なくはないですよ。なくはないです。じゃあ旅行記には喋らなかった心境。いやだから負けるのは覚悟してた。でもまあスパーズさんはみんなよくやったって感じじゃないじゃないですか。そう、負けるのは覚悟してて、まあ実際負けて、うん、まあしょうがないって思う反面、うん、生で見ちゃったから、うん、すっげえ悔しかった。あやっぱ悔しいんだ。うん、あまあでも悔しい、それは悔しいだろうけど、でもなんかあそこまで行ったことがまあもうすごいじゃないですか。まあもちろんもちろん。だからもうスパーズファンからしてみればもう決勝戦に行っただけでもうありがとうっていう感じなのかなと思って。だ終わった後に、トリピアとかは、スタンドの客席のところまで行って、うんうん、前の方にいたお客さんと全部抱き合ったりとかしてて、っていうのやってたりとか、スパーズのサポーターもあの試合終わった後にあの聖者の行進、いつものスパーズのサポーターが歌うやつを歌って拍手してっていうのはやってたんだけど、うんうんうん、じゃあもうなんかこの野郎みたいな感じではなかったってことですよね。けど悔しい。まあそれは悔しいですよ。それは悔しい。前半とかも前半はいたた、まあだから あれよ、あの中立的ななんか一応編集サッカーの業界の会社の中で働いてる人的な目線で言わせてもらうと、うん、くっそつまんない決勝だったとは思うよ。まあね、正直ね、エンターテイメント性には欠けたよ。まあ正直だからもう、はい、開始早々すぐ乱闘、乱闘、なんか変な お姉さん入ってきて、あ早々でもないけどね、18分ぐらいだから、まあ変なお姉さん入ってきて、はい、それでもう私決勝でね乱入者ほんと嫌い言ってたね。もうマジ嫌い。止まるんだよ、だって試合が決勝戦なのに試合止まるじゃん、もう給水タイムかよみたいな。だから本当に試合止まるの本当嫌い。でそれで入ってきてこうやってお姉さんがね、めちゃくちゃハイレグの角度すごかった、ね、すごかったね。もうね、もう横もめちゃくちゃここ行ってるから、うん、出るんじゃねえかぐらい、横の面積すごかったよ、布面積で、ね、出るんじゃねえかぐらいな。ハイレグも上もこんなんで、でもその乱入者来て、はあ2年連続だと思って、あのお姉さん俺らが見てた方側にこう連行されてった。俺らが見てた側の、まあ、リバプールのなんだサポーター席の方からピョンって出てきて、うんうん、そのままこうピッチを縦断してきて、で真ん中ぐらいで捕まって、で俺らが見てる方にこう連行させて。でもなんか地元なんか現地の YouTuber かなんかなんでしょ確か。なんかね、いろいろな説があるんだよね。そうなんだ。彼氏パートナーかなんかはワールドカップの時に乱入したことがある説があったりとか。乱入カップルってこと。もともとそういうなんか YouTuber じゃないけどなんかインフルエンサーまがいのことしてるみたいな人だとか、なんかそのパートナーだった男はアダルトサイトを経営し、うん、運営してるやつだったとか、なんか、ね、いろいろな話があるんだけど、まあ、あの女性の人も一時的にインスタかなんか、うん、ツイッターかなんかバーンって増えたんだけど、うん、なんか凍結したとかいう話もなんか聞いたよ、ツイッターかな。あまあでもだってそう、お前何してんだみたいな。まあそうですよね、そういうなんかまあスパムの量が多すぎて凍結って、じゃあまた通報がすげえいったもん、ね、あそうそう通報がすごすぎて凍結ってことでしょ、まあ、みたいなことにもなったか、みってちょっとちゃんと確証ないんだけど、まあでもあれは嫌じゃないですか。でしかもその後ハンドで PK、 私でもねあの日のね昼にねジュビロ戦見ててね、もっとすごいハンド見てたからね、あのハンドがハンドに見えなかった。いやでもあのハンドはどのハンド、どっちのハンド、ダンクレーのハンドはしょうがないよ、あれはあれはね、あれはしょうがない、あれ出ちゃうよ。そうダンクレーのハンドはしょうがない。そうスポーツマンシップ的に言うとそれはまあそうなんだけど、うんうんうん、あれはあの負けたくないっていう気持ちが前面に出てたらまあ出ちゃうっていう気持ちもわからんではない、まあまあ、わからんねくもない、あれはしょうがないっていうか、まあねそんなまあわかるよ、こうなっちゃうかもしんないけどね。いやでもね、私はねジュビロサポーターだからね、あれでアラキーの初ゴールが消えたんでしょ。そうだって、どうしますか自分だったら。だってゴールマネーもあるんだよ。そうだよ、ゴールマネーもあって初ゴールで、なんならかわいそすぎる。もう私本人だったらマジ一生もうムカつくと思うもん。でもそんぐらいのね
お金も関係してるし、まあどっちがどっちっていうふうにはまあいかないけどね、あれは難しいけどね、そうだから私はその日の夜に見たハンドはハンドに見えませんでした。これもハンドかみたいな、同じハンドでもだいぶ違うハンド、まあ、俺はその要は俺が見てる席側の下のところ、一番近い側のところであれが起きたのよ。ああ、え、じゃあもうすぐ分かりました。もうだってボールが飛んだ方向が明らかにおかしいから、まあ、確かにね、胸に当たったとか肩に当たったとかいうとこ、うんうん、感じじゃないボールの飛び方したから、うん、ああやったって思すぐ思った。でそこ皆さんがすぐビーってやったから、あはいそうですねみたいな。でもあれであの1点得点だけで時間が長すぎて、私マジでこれで終わったら本当この決勝やばいよと思ってね、この決勝やばいわと思って。で前半スパーズまあ緊張してたからなんか崩せねえし、ね、でリバプールはもう1点取ったから、でもうあとは守りをまずちゃんとしておいて、うんうん、取ったらサラーとマネを走ってこいっていう、ね、そう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 、ポーンみたいなさ作戦でさ、いやでも本当にあれで終わらなく、まあ、まあ後半良くなったのよ、うんうんうん、スパーズ。まあでもまあちょっとケインがやっぱりね7割ぐらいやったかな、ウィンクスも7割8割ぐらいやったかな、いうのがあるん でポチェッティーノさんもやっぱちょっと情が湧いたのかなとは思った。情が湧いた、やっぱケインを使う、先発で使うって決めた段階で多分ケインを途中で下げるっていうことはしないって決めてたはず。ああなるほどね、なるほど。俺は別にケインを下げてモウラをハーフタイムから入れたってよかったと思って、うんうんうん、そうですね、あのデレアリかソン・フーミンのワントップにしてうん、うん、ジョレンテっていうよりもね。でもそれをしなかったのは多分まあいろいろなことを思ってのあれだったとは思う。ジョー？そう、うん、でもまあ面白かったですよ、見てて面白かった本当に。うん、まあ、まあ、マドリーがいない時点で面白くはないんですけど、まあね、まあね、でも生で起きて見てよかったなとは思った。 俺はもうイマジンドラゴンズのライブも見れたしよかったと思って。あーやっぱね、その何あの生涯ね、やっぱねチャンピオンズリーグ決勝とかはさ生涯この後ろのステージでイマジンドラゴンズは演奏してるね、うん、まあ、手前 あの演出の太鼓のやつね、うん、なんかダンスとかやったじゃないですか。これイマジンダンス踊ったりとかしてたじゃないですか、なんかエキストラさんみたいな、なんかすっごい見ました、ダンスとかもうめっちゃ下手くそだった言うなよそういうのいやでも全然触ってないし覚えてないことがあって、後ろ見てこと確認してることがあって、多分リハも多分そんなしてないんで大丈夫かみたいな。イマジンドラゴンズ俺好きだから。あ、そうなんです。サマソニーとかでも見に行ったりとかしてたからね、うんうんうん、そう面白かったですよ。いやまあでもね、やっぱあれの醍醐味はあのもう作る時間と転換の時間が爆速なの。そうですよね。でこういうやってた側からするといったそれこのチャンピオンズリーグのこういうやつと、うん、オリン、あ、スー、NFL、 あ、はい、あのアメフトのスーパーボールのハーフタイムショー、はいはい、ハーフタイムショー、うん、めちゃくちゃ仕込み早くてめちゃくちゃ下げるの早いの。ハケハケが早い。それはだって自分がやったからそんなあれは見ててすげえなって思う。ハケハケみたいな、何回見てもすげえなって思う。そんな、うん、見ないし何人がかりやってんのみたいなね。まあでも悔しかったですよ。やっぱそうですよ、それは悔しいですよ。まあ決勝まで行ったけどね、まあ前半から見ててスパーズ可能性を感じなかったけどな、前半見てる限り。来年、来年、来年も待って、来年無理じゃないですか。こっちよりはそっちの方が無理だと思う。私もどっちって言われたら私も思う。それはマンチェスターシティさんとかバルセロナさんとかの方が上だと思いますよ、まあね、バイエルンさんとかの方が。まあね、いやまあ来シーズンは頑張るんだ新キャラがいっぱい来るし、あもう全部これでチャンピオンズリーグ決勝も終わったし、もう残るは移籍ですね、楽しみだねまあそうね、もうそういうもう一人取るんでしょ、リオンのサイドバックなんか。取ります取ります、ね、メンディー、メンディー、はい、メンディーほぼ確、アザールほぼ確、あとはもうお楽しみハメスアウト、ハメスアウト、あセルヒオさん残るにしたなった、ね、残ります残ります、残るになったからっていうか、まあ移籍するなんて到底思ってるもなかったけど、まああれはね、あのやっぱあれですよ、給料上げろ上げろ詐欺、はいはいはい、絶対絶対中国なんて行くわけないもん
なんか多分ね、日本アジアだけだと思う、あんな話盛り上がってんの。ぶっちゃけ中国行くとかって中国メディアと日本メディアとかだけで、多分スペインなんて1ミリも報道されてないんじゃないかと思う。いやそんなことはないいやでもだってスペインで報道しないと給料上げる政治交渉にならないんだもん。まあ、確かに。いやでもあっちスペインからしてみれば給料上げろ上げろ詐欺だよ、ただの。いつもみんながやるやつ。いやまあみんなは分かってるかもしれないけど、ね、そうそうそう、はい、そうです。こんな、え、ラモス中国行っちゃうのみたいな、なんかドキドキしてるのはもうアジアぐらいですよ、そんな。やばいとか言って。そう、絶対行かない。 あとね、いろいろレジェンドの人たちとはあの交流が持てました。なんで？あのメディア、結局ね、試合の2日前ぐらいから3日前から入って2日前からいろいろ取材ができたんだけど、なんかいろいろレジェンドが来てさ、いろいろやるじゃん。トークショーやったり、あ、そうです、ね、ファンと交流したりとか試合やったりとかさ、うんうんうん、で、ベニテス、ファンデラモス、うん、ファンデラモスは俺なんならセルフィー撮ったからね、一緒。インカメ？うん、すごい。で、あとジュリオ・セーザル、うん、ディエゴ・ミリート、ペペ・レイナ、うんうん、あと誰だったっけな、カニサレス、うん、とかなど。すごい。で、まあ、この辺は普通に取材デーのやつで、レジェンドマッチっていうのもやってたの、街中で広場のところで。あ、そんなところでやるんだ。広場に普通にピッチ作って、うん、フットサルコートよりちょっとでかいやつね。あ、なるほど、はい。で、それにレジェンド40人ぐらい出たの。すごい規模が。ここカットしてもいいし。いいよ、いや、カットしなくて大丈夫です。あった。私がじゃあ、なんか下手なダンスで見つけた。これを出た人たち日本語で書いてくれないと分かんない。A チーム、うん、デュデック、サルガド、うん、ロベカル、うん、メンディエタ、うん、ファンボメル、フットレ、うん、ルイス・ガルシア、うん、ジェレミー・リンチ、セードルフ、パトリック・ベルガー、ボシングア、ディエゴ・ミリート。優勝チーム、これ優勝してマジ優勝したのここだったかな。優勝でしょ。チーム B、 チーム B、ビトルバイア、カフー、うん、ローラジョージズ、うんうんうん、プジョル、フィーゴ、マクマナマン、ピレス、クライファーとシュケル、ウィングローブ、マルダ、カランブ。優勝、ここが優勝した気がすんな。でチーム C、うん、デビッド・ジェームズ、うんうん、スタンコビッチ、ファン・ブロンク・ホルスト、イアン・ラッシュ、デル・ピエロ、うん、リードレ、シャシッチ、ヌーノ・ゴメス、うん、マニシェ、カンビアッソ、デコ、マテラッツィ。優勝、ここ優勝してる。チーム C、ジュリオ・セーザル、ステフェン・フレンド、リカルド・カルバーリョ、うん、ジョルカエフ、マケレレ、ラーション、シュミチェル、ミヤトビッチ、ロビー・ファウラー、モリエンテス、トレゼゲ、ザンブロッター。この4チーム対抗戦。これさ、これはどこでやったの？これは広場でみんなが一斉に来て大会やったの。これ普通にスタジアムでやったら売り完売するよ。完売するか分からんけど、まあそれ、これで試合をしてて。これどういうさ振り分けなんだろうね、すごい気になる。どういう、チーム分け？うん、チーム分けは分かんないけどね。これ面白いのが、例えば A チームだ、 B チームとかだと、うん、フィーゴ、マクマナマン、ピレスが背番号7だ譲り合え、もう譲り合えないクライファートとシュケルが背番号9だ。そう、もう譲り合えない。もうだって衝突しちゃってるでしょ。そう、フットレ、ルイス・ガルシア、セードルフ、みんな背番号10だ、ね、うわー、絶対譲んないんだよね、これね。で、これをやってて、これ、要は2チームしか出てないから2チームお休みじゃん、うんうん、その間にプレス対応やるんだよ。じゃあそれで会いに行けたってことですか。そうで、俺らペンのエリアがあって、カメラ、映像メディアがいて、うん、映像メディアでバーって撮ってペンのところ最後通って控室に戻るみたいな。じゃあ40人全員会えたってことか。全員通ってはないんだけど結構通った。ただ捕まえられるかどうかは別に、まあ捕まえれないミックスゾーンだですよね、ぶっちゃけね。こんだけいるとね。でしかもスペイン語メディアばっかりだから。あ、まあ確かに。みんなスペイン語で捕まえるわけさ、うんうん、でスペイン語喋れる人たちが基本いるから。小松さんなんて止めるの。俺はもう英語だけだから。 Excuse me？ いやもうファーストネームを、だピレスが止まってくれたのだから。なんて言ったら、ピレスロベル、ロベルっつって、ロベル。いやそうだよ、だってベッカム俺止めた時あるけど、うん、あの時もデイビッドって言って。あ、デイビッド、あ、そっか。で止まってくれたの。でピレス止まってくれて、うん、まあ俺東海オンエアのリョウさんって人と一緒にいて、そう俺もインタビューしながら、うん、これジャパニーズインフルエンサーなんだけど、ヒュージーインフルエンサーなんだけどみたいなこと言ったら、うん、はい、ジャパニーズファンズみたいな、やってくれてみたいな。すごい、超いい人だった。
アーセナルだけど確かに確かにまあまあまあ最終的にはビジャレアルにいたからでもすごい。じゃあ全然止めれなかったですか。そうね、だから一緒に他に BBC とかが隣にいたから、あー隣に映ってるぐらい、いやいやこんぐらい見えてるよみたいな。ペンで普通にこうマイク IC レコーダーでこうやって基本やってるから。あ、じゃあ盗み撮り。いや違う、一緒に聞いてる。ああなるほど、盗み撮ってない、こうやってこっちから聞いてるのかやってるデュデックとデイビッド・ジェームズがツーショットになって喋ってたりとかすごい。あとデルピエロ、デルピエロは止まってくれなかったかな、まあでも手は振ってくれてたな、うん、とか。すごい、そういうのをやってました。それはすごい、なんか迫力でし、なんか倒れそう迫力で倒れそう。いや迫力で倒れそう。だからね、トレゼゲとかマケレレとかはね、うん、来なかった。あのそもそも取材対応してなかったと思う。通らなかったんだ、うん、ジョルカイフもいなかったかな。うーん、そうそうそう。面白い、すごい、こういうやつね。うんうん、うーん、このメンバーですから。すごいな。アルティメットチャンピオンズトーナメントだから、マドリッド19ファイナル、マヨール広場っていうところでねやったの。うーん、すごい。でしかも俺東海オンエアデビューしたからなんかフォロワー増えました。あ、だうちのチャンネルのフォロワーは多分ギュッて上がったんだよ。そっちか日本代表か分かんない。そうで日本代表今練習してるじゃん。うんうん、でそっちの動画も上げてて、あの久保とかが出てるから。ああ、そっかそっか。そうするとやっぱり回る、みんな見てくれるから、それでチャンネル登録してくれてるのか、その亮さんがうちのチャンネル紹介概要欄で してくれたから増えたのかわかんないんだけど。私も出たかったな。言ってたよ亮さん。なんで？面白ければ何でもやるっつった。どういうこと？そのやっぱユーチューバー、トップユーチューバーだから、はい、東海オンエアって。あのやっぱり自分たちが面白いと思ったことをやるっていうのが、まあね、一番最初ですって言ってたから、いいの私。なんかすごい、例えばすごい人に会えるとか、うんうんうん、会いたい人に会えるっていうのも、うん、自分が面白くできるとか、うんうん、その人が面白いとか企画として面白くなりそうだなっていうのがやっぱり一番大切だったんですから。あ、そう、私が相当面白くないとダメってことですよ。まあ面白いけどね。本当ですか。面白い、出れるぐらい面白いけど、多分あのガッチガチに固められたらもう何もできない人だと思うから確かに、そうフリースタイルじゃないと。しかも私は急に出ても絶対ダメだと思う誰みたいな誰一般人インタビューかみたいな。もうそろそろないんじゃない。いやだって俺あれだよ、そのリオさんの動画のコメント欄のところで、うん、あ、サッカーキングの小松さんだってコメントちょいちょいついてて、すごい、ちょっとゾッとしたよね。すごい、見てる人は見てるのかな。見てくれてるみたいよ。あのチャンネル登録してくれてる人ではないかったとは思うんだけど、すごい、あのいやよく見るユーザーさんのコメントとかも見たりとか、そっちの方で。へえ、すごいな。でも私もなんかインフルエンサーになんないと。そうですね、インフルエンサー時代だからもう稼げるよきっと。インフルエンサーになればだら稼げるよきっと。うんうん、きっとね。なんかツイインスタとか頑張ってんだけどフォロワー増えないしな。乱入すればいいんじゃない私もハイレグ入ってるやん、乱入しようかな。乱入すればいいんじゃない。でなんかスパム送られてきてさ、そう凍結です、凍結するの、はい、なんかねこの間ねまたねマドリーのねアカウントにね紹介されたの。これね、はい、レアルマドリードフォトニュースっていうアカウントにさ、それあれだね、別に公式でもなんでもないやつだよ。そう、公式でもなんでもないやつなんだけどね、このインスタグラムフォロワー1万5000人いてね、それ紹介されたので、ね他のお姉さんとか他に乗ってるユニフォーム、マドリーのユニフォーム着てるお姉さんとかさ、4000いいねとかついてんのね。はい、もうショーンさんは1万いいねとかついてんの。ショーンさんは730いいね、やばくないですか。いいねいいね730数えてあげようかと思って、以上、アフタートークでした。